ナタの霊ナタは、林業や飼料などの山林で働く、人々の用途に適した刃物の類である。枝打ち、木を削る、雑草を切り払う、動物を解体するなどの目的で使われる。日本では斧、包丁、鎌、刀剣以外の大型刃物を総称して、ナタという場合が多いが、海外では一般的に鎌に分類されている。 日本独特なまたぎ刀などの山刀やナイフ、剣刀など断ち切り用、あるいは大型狩猟銃に対する古審、解体用の刀剣といった形状、用途と,ともに、刀との境界が曖昧な刃物もある。各種形状の刀地域や業種によってはや悪派の形状にバリエーションがあるが、基本的にはのものを指す。通常、柄は刃側に対して内側にやや傾けて取り付けられる。 重量と葉の厚みを利用して、焚き木や竹を割ることもできる。多くは、先端が、区形になっている。その他に、刃先とっ先が付いた、剣型というものもある。剣型の中には、銃の信頼性が低い時代に、半夜となって逆襲してくる大型銃に対抗するため、またぎ狩猟者集団が、槍の穂先としての転用を前提とし、友柄の部分を袋状の構造とした、袋長さ、 袋縫いというものがある。この場合、歯と柄の角度はほぼ直線上に配置される。歯の横断面は、片歯、両歯ともに見られるが、片歯の場合、利き手による方向性がある。両歯の場合、叩き切りや割る用途に適した耐衝撃性に強い、ハマグリ場という歯付けが見られる。地域によって形状が異なり、木柄をつけるものもあれば、歯と一体になった共柄のものもある。 さらに木柄にも木の棒に切れ込みを入れそこに本体を差し込み目くぎで固定するものや斧や桑のように峰に穴を設けそこに木の棒を差し込むものがある。葉の形状も様々で斧に似たものや釜に似たものなどがある。葉の先端部分に突起を設けるものも多い。この突起については実用新案が出され登録されている。近年では地域ごとに存在する火事屋が激減した上、 刃物の生産地が限られるようになり、地域ごとのバリエーションは減少しつつある。通常、比較や木製の鞘に入れて、腰から下げて携帯する。小枝を払うような用途では切断力は、刀身の重さとその鋭さを利用して切ることによって発揮される。また、定期的に研ぐことによって切れ味を維持する必要がある。第一次インドシナ戦争では、フランス軍に対し、 ベートミンがナタを持って突貫することがたびたびあった。長菜や薪割りの甲のをナタと呼ぶ場合がある。玄界はナタを歯が厚くて幅が広く、やや弓形をした刀で短い柄があるとする。相撲にナタと呼ばれる攻め技がある。片れ腕の肘を相手の喉に押し付け、もう一方の腕で相手の片腕を外側から抱え込み、肩貫抜きに決める技。 肘で喉を攻める様がなたを振るう様によく似ていることから命名された。上半身の力が必要で、現代の大相撲では滅多に見られない。ホラー映画、13日の金曜日シリーズに登場する、猟奇殺人鬼、ジェイソン・ボーヒーズが獲物として最も多く使用した。また、それよりも若干前に公開された、ゾンビでは、ゾンビ相手に人間がなたで戦うシーンが登場する。 これは以降の作品に大きな影響を与えて、ナタを狂気とする、もしくは五神用で使う人物が登場するホラー作品がしばしば現れている。これらは実際には中南米の現地人が使う山形名のマチェテであることが多いが、日本では上記のようにナタと翻訳、認識されることが多い。ありがとうございます。